ねえねえ見えちゃうから。おはようございます、よしみつチャンネルいいかということで、今日はですね、雑誌の撮影に来ています。よしみつちゃんがね、やっぱり売れっ子モデルさんなので、2人のおかげでですね、最近はいろんな雑誌に読んでいただくことが増えました。超聞いてなかった、おはようございます。本編にぶっ飛びな前にお知らせ失礼いたします。よろしくお願いします。ケミオストア第4弾のグッズが絶賛発売中なんですけど、5月の26日で販売が終了なので、皆さんお見逃しなく。こんな感じのですね、私のイケな T シャツがあったりだとか、他にもチャミする受精をみたいな感じで、これでショットしてほしいなってことでショットグラスがあったりとか、いろいろあるので、概要欄にリンク貼っておきます。ケミオくんがスタイリングで喜んでるの初めて見た。かわいい。でもネイルがかわいいね。ねやめてよ、デリタルなんだから。あれに見えるゴキブリホイホイのパッケージの色ということで、今日、あ、先輩チャラさん。ハモンだ。ね、すごくない？かわいい、やばい、ハモンだ。ハモンだ、ハモンだ、ハモンだ。結構やばいね。同じぐらい。肌のさ、なんか。なんか本当にムチムチ。ガチムチ。ムチムチじゃない。ガチムチなの。スタイリストの哲也さんです。この二人めっちゃバカにしてました。してないです。大好きです。ああ、違う、怖い。ああ、じゃないよ。ああ、じゃないよ。ギャルバコ DJ。ギャルバコ DJ。ギャルバコ DJ。すごい調子いい2人、めっちゃバカにしてましたよ、私のこと見て。笑いながら写真撮られました。最高におしゃれな小学生。しかもこれビタピーって言われたんだよ。ビタピー超可愛いです。しかも男の子が着るの本当に可愛い。私はこれすごい好きなんですよ。僕も大好きです。私も大好きです。これ80s だから。違いだよ、 Y2K じゃないから。 Y2K じゃない。違う、ブランドの 80s だから。あー、キモ。キモ、2人キモ。びっくりするわ。すごいですよね。アメリカで教わったんだよね、この間。ケミオくんがカメラくれた。ケミオくんのバッグの中身紹介とかダメかな。 My name is ケミオ。 Hi, my name is ケミオ。 What's in my bag? マスク。マスク。ゴヤロのトロイで。いいね、シュプリーム。すごい、こんなのあるんだ。何これ、大丈夫、大丈夫なの、何これ、マジで。これは出しちゃまずいね。ねえ、正規品なんですけど、何が出しちゃまずいの。でこのコード本当に可愛い。七色の甘い髪を風が優しく。ここでキラキラネックレス可愛い。殺すお前。二人に嫌われそう、私このことばっか言ってるから。嫌われよ。もう嫌いになってたら。丸くなってるよ。え、丸くなってる、なんなら。ゲキ肉健太。ねえ、千尋が伸びてるよ。ほら、千尋が太ってる。嬉しい、私たちの願い通りだ。どんどん大きくしようね、千尋。悪くない、悪くない。これして、生きてきない。これはザックエフロンに憧れた町田出身の男の話。パパパラピーズ。これウィンターラガバンチャー。でも結構キンタン美味しかったよね。美味しかった。キンタンに愛されてるよね。うん。行ってみるじゃん。うん。ピンクの方。え、うちマジ先週行った。怖。イエーイ。あいつやば。東方。え、私のこと？前だよ。すげえ闇じゃん。ね、ケミオくんとお酒飲むんだ。最悪、はい、最悪、はい、最悪。皆さんこんにちは、元冬樹です。ということで、今はディーゼルの撮影と思いきや BQ ジャパンの撮影でお洋服を着ています。ズボンからブーツが兄弟になってるんです。わかります、ズボン。さっきもズボンもだし、ポーチとか言ってるし。ズボンじゃん、ジャンパーじゃん。ズボンってどこの言葉よ。靴下じゃん。知ってんの、ズボンってどこの言葉か。日本じゃないですか。パンツ、あ、パンツって言いたくないんだ。チャックは、チャックは、チャック、トレーナーっていう、あなた。あ、言う。でも英語だとフーディーってちゃんと言いますよ。でも日本語だとフーディーって使わないですよね。スウェットでよくない。パンツって言います、ズボンって言います。ズボンって言ったことあります？あります、あります。サングラスって言います、アイウェアって言います。まあ、サングラスじゃない。長袖取ってっていうの。ロンティー取ってでしょ。誰がこんな言葉作ったんだよって感じですよ。うちの子すみませんでした。遅刻する時の私。あ、もうそれは俺は分かりました。あー、ちょっと今のと違うね。最初のこっちとこっちのと違う。顔は見ちゃダメですよ。これイライラじゃない？あ、当たりです。じゃあ次行きます。はい、
おしっこ我慢してる。あ、結構今日自分すごいお気に入りで買った服だけど、結構ハゲたもこの街ではっていう。いや、トイレだな。トイレだな。一応街中で見かけたみたい。ということで、ね、私は今日も一日お疲れ様でした。あと数日で日本からまたニューヨークに戻らなきゃいけなくなるんですけど、毎日本当にありがたいことにお仕事があって、なんかこんなにも今日本にいないのに私のことを待っててくれたり必要としてくださる方がいることに本当に感謝というか、なんかわさび芋があって初めて見た。このままで食べるの？上がる。実家に帰る。日本からニューヨークに帰る前に最後に実家に帰る。天気は雨、最悪。ん？もう大人になっちゃってる。しおり入れてくれてるの？そう、印象に深いとこ。どこが印象深かった？苦労したなとか、大人になったし、もうああやって忙しいんだ、でも大変だから、家族にとか時間がないっていうとこ、このルールって。親父も本読んだか、俺の。ね、前のも読めやー。ね、おかしいよね、正直問題。はじめまして、お金分担してくださいよ。おかしいよね。なんでお客様の椅子に座ってるの？土下座して。土下座。なんだお前。皆さん、チャリマンのカホが、チャリンジェンジェンのカホに、子供が助かりました。ねえ。おめでとう、カホ。おめでとう。はい。すいません。私は強い。私の方が顔でかく見えるんだけど。ねえ、それはそうじゃん。それはそうかな。あやかさんがさ、お子さんの名前を決まったって言ったの。何、はい、でしょ。なんなの、誰が本当のこと言ってんのさ。生まれたら決めるの。そうだよ、顔見て決めるんだよね。なんかお前が質問に答えてるの。お前聞いてないんだけど。最近すごいの。彼なんか、ちっかぶった日からすごい髪の毛が絡まってチップすると癖毛になるの。なったなった。諸説ありますよね。うめめ。痛くないよね。痛くないよね。頑張るよね。頑張れる子です。まず容姿についてもめよ。褒めて。ねえ。そんな長いの前髪。顔見えなくね。なんつった今。顔見せていい？じゃあ。でしょ。かっこいい。うん。あ、それパーマしてないの？してない。すげえ、すげえ。喧嘩をやめてください。邪魔じゃないこれ。待って、やめてください。すごい可愛く整えてもらった。ありがとう。豪華のおすすめ。踊りたい場所がある。踊れないわけがあるってやばくないですか？自分でるだけやんか。いや違うよ、戻りたい過去あるけど戻れないねっていう理由がわからないんですよ。あなた中3ですかまだ。この時多分12歳だ、うちこの当時。ってことは小6とか12歳か。一生懸命生きてたな。参りましょう。はい、ウキイチです。こんにちは。前もほんとパイパイデカミ妖怪なんです今日。喋ってください。昨日のあれ思い出してください。キムカステンコロリンの事件を。あやべ、めっちゃ目打ちしてた。あっ、違う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 。ちょっと、ちょっと、すいません、すごい大好きです。本当ごめんなさい。ケミちゃんが間違えて人のスタジオに入ったんですよ。で、あーすいませんすいませんって、ちょっとマジでシリアスだったから向こうが、あすいませんって言って出たら、立てかけてあるカポックみたいなのに当たって、あっという間にもう終わっちゃいますけど、今回も。ケミは来日でしょ、はい、今回はでも頑張りましたよね。いや、私たち本当頑張りました。春ラブじゃなくてもう夏ラブになっちゃいました。僕最近怪しいじゃないですか、なんか。え？ということで今日は雑誌の表紙の撮影でーす。はい、今日の衣装は超上げなので今から皆さんにお見せします。
立ち上がり方ゲロ早くないですか？ダクシーミュ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 ー。これってでもパッと見た時に、あ、運動してるなんか足かなと思います。それとも、あ、ね、そのさ、ブレブレメンヘラやめてもらっていい？体型に対してこっちになりたい、あっちになりたいっていうのさあ皆さん、ここからが大変なんですよ。これいいのかな、私が。It's going down, honey. Stacy girl, it's going down. Oh my god! ありがとうございます。はい、SK2 の方が手紙を書いてくださった。Bitch to the camera, girl. Get your ass up and work. I feel like nobody wants to work these days.日本最後の撮影です。ハウスオブハイビスカスが久しぶりに帰ってきます。ただいま、お帰り、ただいまということなんですけど、最後に一言ありますか？死んじゃった。